こんにちは、インフォクリエイターです。今日は表の行と列を入れ替える方法について学習していきたいと思います。今表示されているシート、第4四半期のシートに売上報告の表が表示されています。この表は行方向に表題がついている表です。こういった表を列方向に表題をつけた形の表に変更したいとき、つまり表の行と列を入れ替えたい場合、すごく便利な方法があります。表の行と列を入れ替える方法は、まず表全体を選択してコピーします。ショートカットキーコントロールボタンを押しながら C ボタンを押すとコピーされてますの で、貼り付けたい場所のセルを選択して、ここで右クリック、形式を選択して貼り付けを押します。そうするとこのように形式を選択して貼り付けの画面が表示されまして、まずこちら貼り付けの部分で全てを選択し、編集の部分は何もしないに選択し、でここでこのここに行と列を入れ替えという機能がありますので、これをチェックをして OK を押すと、表の行と列が入れ替えてコピーされました。このように列方向に表題が表示されてた表に変わっています。で、元の表はいらないので不必要な部分を選択して右クリックで削除で削除して、で不要な行を削除して、であと体裁を整えて、これで完成です。以上、表の行と列を入れ替える方法でした。